おはようございます。レイです。4月の4日、木曜日の今日は、アンパンの日です。1875年のこの日、明治天皇が、水戸邸の下屋敷を訪れる際に、木村屋のアンパンが出されました。木村屋の木村康兵衛が当時の自重、 山岡鉄線に、これまでは京都の和菓子をお出しすることが多かったが、純日本製のパンをお出ししたらどうかと持ちかけられました。木村康兵は、それまでのあんぱんに工夫を凝らし、日本を代表する花である、八重桜の塩漬けを入れた桜あんぱんを開発しました。そして今日もう一つ、あの記念日がありまして、ドラ焼きの日というのがね、制定されております。 米子市の丸京聖火が制定ということで、桃の節句と丹後の節句に挟まれた日であることと、みんなで食べてみんなで幸せの語呂合わせからということです。ドラ焼きの名は歌詞の形状を打楽器のドラに見立てたという説が有力なんだそうです。しかし、記事を焼く同性の 銅がドラに似ていたことと、あるいは実際にドラを流用したことに由来するという遺説もあるんです。かの武蔵坊弁慶が敵図を負った際に、とある民家で治療を受けました。そのお礼に小麦粉を水で溶いて、薄く伸ばしたものを熱したドラに引き、丸く焼いた生地で餡を包んだものを振る舞ったことが起源であるといいます。 ただし、この説はね、鎌倉時代に小倉庵ができたと言われることから、1189年に死んだとされる武蔵坊弁慶との関わりは矛盾するんですね。この他にもね、様々な異説風説がありまして、現在どれが正解かっていうのはね、一概に言えない状況にあるんだそうです。ただ、いずれの説にしても、ドラに関係しているものが多いようなんですね。 ちなみにね、あの、ドラえもんの大好物として知られるのもね、ドラ焼きですよね。これはね、作者の出身地の富山県ではね、身近な和菓子でありまして、お祝い事や法事の際にドラ焼きを送る風習があるんだそうです。ちなみにね、このドラえもん作品、派生作品であるね、タイムトラベルものの、ドラえもんなぜなに探検隊ではね、 12世紀の日本にタイムトラベルしたドラえもんが、弁慶がドラ焼きを発明する場面に遭遇するシーンっていうのがね、あったりとか、あとね、ドラ焼き伝説を終えっていうね、これはね、2009年の12月31日の放送の回でもね、ドラ焼きの歴史についてね、語られていたりとかするんですね。まあ、いずれにしてもね、一番有名なものがね、この武蔵坊弁慶のものがね、 多く語られているんですけれども、まあ実際どうだったかっていうのはね、わからない。こういうところにね、また歴史のね、ミステリーというかね、歴史ロマンっていうものを感じてしまいますね。今日の動画が何かのお役に立てれば幸いに思います。よろしければ高評価とチャンネル登録の方どうかよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も 良い一日をお過ごしください。